どっちやろ、公園ですか？公園は今日は珍しく、なんだっけ、お団子にしました。なんか今日はなんかみかなさんとみーきさんとメイクさん一緒やってんけど、お二人とも珍しい髪型してたから、なんかこの流れではるかもしとかなあかんかなと思ってなんかやってみました。公演はもう帰ってきたの、劇場です。公演終わり、そのまま公演終わって反省会してました。お腹空いた。カメラにすごく映ってたよ。ほんま？それは夢中人ですかね。それはベストヒットかな。ベストヒット歌謡祭ね、改めて出演させていただけたことすっごく嬉しかったです。本当にありがとうございます。もうね、これででもなんかあれやな、あれですなんて言ったらいいんやろ、まあね、今回13人の中に選んでいただけたことは本当にすっごく嬉しいし、もうめちゃめちゃ感謝しかないし、ファンの皆さんがついてくださってる、一緒にいてくださってるおかげなんですけど、でもやっぱりまだ3列目っていうね、そんなに上がることもなくだったので、そこはすっごい悔しいです。なのでもっともっと2列目、1列目って景色をね変えていけるようにもっと頑張りたいと思います。今回の悔しさをバネに、まあね、入れてるのはすごく本当にありがたいし嬉しいんですけどね。そう、もう一回言ったら24枚目シングルで選抜落ちを経験したからこそ、入ってるだけでもすごく本当にすごいことやと思うし、めちゃめちゃ嬉しいことやし、当たり前のことじゃないっていうのはもうはるか自身すごい身に染みて分かってることなんやけど、やっぱり目標はまだまだフロントにね立ちたいってこの間も言わせていただいたぐらいなので、もっと上を目指して皆さんと一緒に頑張りたいと思います。まだまだ諦めません。脱3列目を目指して、まずはまあ選抜に入るっていうこと自体がずっと目標なんですけど、もっともっと前に立ちたいです。悔しかった。なのでみんな一緒に頑張ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。歌謡祭の帰りですか。歌謡祭は収録でした。だから今日じゃないです。今日はね、さすがに公演終わりには間に合わないって感じだったんで。すいません、ごめんなさい。みんな嬉しいコメント書いてくれてありがとう。もうね、そういうのが一番パワーになるし、みんながついてくれてるっていうのがすごいね感じれるので、頑張ります。一列ずつでも上がっていけたらいいね、応援してありがとう。そうなんですよ、本当に別にね、今からフロントに立つとかじゃなくて、もう最初はというか、まずは2列目からの景色を見てね、着実に上がっていきたいですね。今日
今日公園ではるちゃん見れてよかった、ありがとう、嬉しい。はるちゃんが元気そうで何より。元気ですよ、今日もめっちゃパフォーマンスをしてきました。めっちゃパフォーマンスしてきましたっておかしいな、日本語おかしい。お腹すいたお腹すいちゃった。今日はでも今日の公演はもうあの久々にお団子してめっちゃこう釣り目なってたから別人の顔してたと思う、多分ちょっと怖かったんちゃうかなと思う。新衣装めっちゃ似合ってたよ、嬉しい。めっちゃ可愛くないあれ、めちゃめちゃお気に入りすぎて昨日ずっと可愛い可愛いってずっと言ってました。着て帰ろうかなとかって言ってました。確かにはるちゃんはいつもめっちゃパフォーマンスしてる。ほんま？してできてるかな。衣装可愛すぎるよな。いやほんと可愛い、めっちゃ好き。多分はるかお気に入り衣装のトップ5には絶対入ります、それぐらい可愛い。なんか髪飾りも衣装さんが今回決めてくださってて、そうちゃんとはるかがあのフィッティングの時にここでハーフアップ、高めハーフアップしますって言ってたらちゃんとそれに合わせて衣装髪飾り用意してくださってたりとか、なんか最初右のね人差し指にねみんな指輪つけてるんですけど、最初なかったんですよそのフィッティングの時。でも本番の時あったから、あこれ新しく追加されたんですかって聞いたら、あの夢中人ってこうやってフリするしてたの分かりますか、見えてたかな、あのお尻フリフリして、多分宇宙人イメージしてるんやと思うねんけど、その振りの時に指輪があった方がなんか目立って可愛いかなって思ってって言って、衣装さんがそこまで考えてつけてくださったみたいで、本当になんかもうこれが愛情やなってすごい感じたし、本当に感謝の気持ちでいっぱいでしたね。なんかそんなとこまで考えてくださってるんやって思って、すんごい嬉しかったね。衣装さんセンスいいよね。いやほんまにマジで可愛い。はるかのだってだってだっての衣装好きなんですけど、あれの形とちょっと似てて今回形的に、そうめっちゃ可愛かった。ねえ本当に素敵なお話やね。えほんまになんかもうちょっと感動しました。衣装さんのこだわりをきな、ほんとなんか、まあ、渚さんはセンターやからちょっとみんなと違うタイプの衣装で、あとのメンバーも2種類あるんですよね、 A と B パターンみたいな2パターンあって、そう全然なんかちょっと違う感じでした。もしかしてネイルも合わせてた、これはねたまたまでした。ネイルほんまにでもめっちゃ合ってたよな、たまたまやねんけど、そネイルはこれはね周年ライブに合わせてやったんやけど、涙の表面張力の涙イメージして、あとウィッチワンのさえさんの衣装をイメージして水色にしたんやけど、たまたまめっちゃ合ってたよな、メンバーからも言われました、コジリンさんからも水色でよかったねって言ってくださって、そうたまたま合ってて、でも結構多いんですよね、たまたまネイルと合ってるっていう運命。だってと僕泣き混ぜたみたいな衣装返せ、あ確かになんかなんやろお上品な感じよね。
ネイル見て意識高って思ってました。ごめんなさい、これはこれはたまたまです。そう、若干悲しい内容の曲かなね。ちょっと切ない、歌詞は切ないけど曲調がすごいポップで可愛いから、なんかそこもなんか NMB っぽいなってはるかは思いましたね。これはるちゃんの流れなんやわ。そういうこと？やっぱ運命？時代がはるちゃんに追いついてきた、追いついてきた、はるかがはるかに、うん。いやでもほんまに曲も好きです、めっちゃ。振りも好きやしね、本当に素敵な楽曲。一回だけなんかな、もう披露する機会ないんかな、寂しいね、それやったら。はるちゃんのネイルいつも可愛い、先生ありがとう、嬉しい。いやでもね、いつもね可愛く仕上げてくださるんですよ、ネイリストさん。もう毎回もう同じ方にしか頼まんぐらいで、本当にねその方のね技術とセンスめっちゃ好きで。シングル化されないのか、いやそれもね分かんないです。私たちも何にも言われてないので、分からん、どうなるんやろうね。俺も好きな曲ちゃったね、いいよな。なんか結構さ覚えやすくないですか、なんかすぐ頭に入ってくるというか耳に残る歌じゃない。クレイジーフォーユーなんてね、一度でいい、誰か言ってよ、僕みたいなタイプはそういう対象じゃない、面白いことを言ってる、一緒にいると楽しいやつ、好きになってもらえない、恋とは無縁だった、この世界のどこかで僕にメロメロな誰かがいるのなら名乗り出てさあ夢中人。めっちゃ可愛いよね、本当に可愛い、マジで好きです。なんか聞けば聞くほど好きになる。コンサートではやるんじゃないの、やるかな、あの衣装もね、もしもうどうなるか分かんないけど、もしはねベスト歌謡祭、ベストヒット歌謡祭のだけだったらすごい寂しい、それぐらい可愛かった。耳残るよな、キャッチな曲調、え、そうよな、そう、ここにいるよ、あーここにいたみんなここにいるよ言ってくれて嬉しい。なんか流行らせたいです、夢中人このポーズ、みんなで流行らそう、流行らしましょう。なんか渚さんにぴったりですよね。まあちょっとこの曲のなんか振り付けに隠されたなんかこう意味、ちょっと、まあ、ちょっとした意味ですけど、そんなめちゃ深いわけじゃないけど、ちょっとした意味とかなんかそういうのは今日のブログに書こうかなと思ってるんで、よかったら見てみてください。あ、ここそんなんやったんやとかみんなも思ってもらえるかなと思うので、よかったら見てください。もっと聞き込むね、いや聞き込もう、はるかも最近ずっとこれしか聞いてなかったレベルでずっと聞いてました。え、何これ、なんかゆいながクッピーラムネくれた謎。え、しかもなんでそんなロッカーにそんな食べ物入ってんのありがとう。ねえ、MV な、欲しいね。
ブログ待ってます。待ってて待っててください。ちなみにインスタもちょっとね、あの後で更新します。全身写真ツイッターには載せてないから、インスタには全身写真を載せようと思ってるんで、よかったらみんな見て。ちょっとね、はるか今ね、自分の中で勝手になんですけどね、インスタ強化期間にしてるんですよ。期間って、まあ、期間ないねんけど、設けてないねんけどインスタをね、なんか最近みんな多分見てくれて、それこそコメントもね、もう100件超えとかめっちゃしてて、めちゃめちゃ嬉しいんですけど、そうなんかファッションのなんかお洋服紹介とかしてたら、めちゃめちゃフォロワーさんが嬉しいことに増えてきだして、コメントもいいねも増えてきだして、めちゃめちゃ嬉しくて、そうだからちょっとね、このままこの波に乗って波が来てるかわかんないですけど波に乗って、ちょっともっとねフォロワーさんを増やして、もっとたくさんの方にはるかを知ってもらいたいと思ってるんで、ちょっと今ねインスタ頑張ろうの期間なんで、期間はないんでずっとなんですけどだからインスタももしねまだフォローしてないって方がいらっしゃったら、ぜひしてみてください。で今日はインスタにその新衣装の全身写真とか、まあ、全身